スクロースの結晶糖とは、タカアルコールの最初の酸化性生物であり、ホルミルキ、またはカルボニル元を一つ持つ。ホルミル元を持つ糖を、アルドース、カルボニル元を持つ糖をケトースと分類する。一般的には炭水化物と同義とされることが多いが、厳密には糖は炭水化物より狭い概念である。糖質化学、分子生物学などでは炭水化物の代わりに、糖質内視は、 糖と呼ぶ場合が多い。一方、生化学では炭水化物と呼ぶが、徐々に糖質と呼ぶようになりつつある。栄養学では炭水化物のうち、人間によって消化できない食物繊維を除いたものを糖質と呼ぶが、単に糖質のみを指して炭水化物と呼ぶことも多く行われてきた。また糖類は有利糖類、つまり砂糖やドウ糖、加糖といった単糖類、 二糖類のみを指すことがある。健康への影響が穀物に含まれる。多糖類であるデンプンとは異なるため区別されている。糖は植物の組織や蜂蜜、果物に多く含まれ、特にグルコースは生物のエネルギー源として重要である。DNA と RNA にもデオキシリボースとリボースという糖が含まれている。リボース隕石からも見つかっている。糖質の栄養学、 エネルギー代謝に関する事項は、生地炭水化物に詳しい。クリコシド結合は単糖を連結するアセタール構造の故障である。単糖は、ヒドロキシモトとカルボニルモトを持つ直鎖構造と事故のヒドロキシモトを巻き込んで、環状アセタールの環構造の2つの構造を取ることができる。環状アセタールを形成する際に、事故のヒドロキシモトと共に、 他の糖のヒドロキシ元を巻き込んで肝を形成することで糖が連結した多糖が形成される。糖が肝を形成するとき通常は肝を含む平面に対して構造が非対称なためグリコシド結合も肝平面に対して上向きと下向きの2つの構造を取り得る。下向きにグリコシド結合を生成する場合を α グリコシド結合上向きの場合を ベータグリコシド結合と呼ぶ。両者は科学的、物理的、生物学的に性質が異なる。例えば、グルコースが α14 結合で多数連結するとアミロースとなり、β14 結合で多数連結するとセルロースとなる。グリコシド結合は一般名で個々の糖についてはグルコースならグルコシド、ガラクトースならガラクトシドのように、 透明をシドで表記する。2種類の糖による結合の場合はアセータールを形成する糖の名前で呼ぶ。そのため加水分解酵素は同じ糖類に作用するとしても酸素を挟んでどちら側でグリコシド結合を分解するかによって名前が異なる。例、ラクトース分解酵素は人ではベータグルコシダーゼ、大腸菌ではベータガラクトシダーゼ、多くの不正炭素を持つ。 異性体の中で一つの不正炭素の立体配置だけが異なるジアステレオーマーを相互にエピマーと呼ぶ。例えば D グルコースと D マンノースは C マイナス2におけるエピマー、D グルコースと D ガラクトースは C マイナス4におけるエピマーである。単糖二分子がグリコシド結合により一分子となったものを二等と言い、単糖三分子が結合したものを三等。 同様に四分子のものを四等という。単当に分子二0分子程度が結合したものをオリゴ等という。多数の単当がクリコシド結合により重合したものを多等という。等のヒドロキシ元を水素に置換したものをデオキシ等、アルドースマッタンの炭素をカルボキシル元に置き換えたものをウロン酸。ヒドロキシ元をア網の元に置き換えたものをアミノトケトン元やアルデヒド元が アルコールに還元されたものを糖アルコールと呼ぶ。環状ヘミアセタールにおいて5因間のものをフラノース、6因間のものをピラノースと呼ぶ。基本的に糖の種類によって大多数がフラノースもしくはピラノースとなるが若干の異性体を含む。つまり大多数がピラノースでも若干のフラノースを含む。また炭素の数によっても分けられる。 糖を構成する炭素の数が3つであれば3炭糖、4つであれば4炭糖、5つであれば5炭糖、6つであれば6炭糖、7つであれば7炭糖となる。ただし、このような名称はもっぱら炭糖にのみ用いる。炭糖やオリゴ糖は水に溶けやすいが、多糖は水に溶けにくい。炭糖やオリゴ糖は甘みのするものが多く、また無色、無臭のものが多い。 炭糖やオリゴ糖が有機化合物でありながら水に溶けやすいのは素水性の炭化水素元の割合に対して浸水性のヒドロキシ元の割合が大きいことによる。多糖では炭化水素元の割合が大きいので水に溶けにくい。糖は光合成のカルビンベンソン回路やペントースリン酸経路によって生合成される。ありがとうございます。